長竹市県、都市館三遊図、13世紀。変景明の課長が、三遊百金図、15世紀。都市間三遊は、壮大より始まった、中国の文人画で好まれる画題の一つであり、具体的には松、竹、梅の三つを指す。三つ一緒に描かれることも多いが、単体でも好んで描かれる。日本では、松竹梅と呼ばれる。松と竹は寒中にも色あせず。 また梅は寒中に花開く。これらは清廉潔白、節操という文人の理想を表現したものと認識された。日本に伝わったのは平安時代であり、江戸時代以降に民間でも流行するが、小畜梅といえばめでたいことの象徴と考えられており、本来の中国の認識とは大きく異なっている。資源と考えられているのは中国の宋代において文道、 祖食等が竹を水墨画の主題として描き始め、五、梅、蘭、菊、松と画題の広がりを見せていく。その中でも、松、竹、梅の三者が前期理由で特に頻繁に取り上げられていくのである。元、秋夜には陶磁器に描かれる主題としても好まれるようになる。日本においては、主に陶磁器、漆器、染色に描かれることが多い。また、角松、 ひな飾りそして、婚礼、出産等の刑事に用いられる主題として民間に定着し、鶴亀等の主題と組み合わせて用いられることもある。ありがとうございます。